20年ぶりに出たハリケンジャーがドンブラザーズとコラボ。ドタバタと普段見られないようなシーンも見られるぜ。はるかとハリケンジャーの皆さんの絡みが面白いです。女同士の戦い見逃せないぞ。忍風戦隊ハリケンジャー with ドンブラザーズ、見てねー。番外番外、忍者、なぜ今忍者。突然喫茶ドンブラにやってきたハリケンジャーとかいう人たち、荒れるドンブラ、迫る強敵、もう意味不明。でもこれはチャンスだ。忍者なんて面白ネタ、この天才鬼頭はるかが最高の漫画にしてやるんだから。忍風戦隊ハリケンジャー with ドンブラザーズというお話。